コモンウェアハウスメトマダルとはデータウェアハウスにおける各種オブジェクトのメタデータのモデリングのための仕様である。オブジェクトマネージメントグループがリリースしており、CWM という用語の商標権も含めて OMG が権利を保有する。現在よく使われているバージョンは CWMV1.1 であり、補助的な仕様として CWM メタダタインターチェンジパターンズで ツール間の連携についてより詳細に規定している。CWM はウェアハウスツールやウェアハウスプラットフォーム、分散域種混在環境でのウェアハウス、メタデータリポジトリなどの間でウェアハウスやビジネスインテリジェンスのメタデータを交換するためのインターフェースを規定する。CWM は以下の3つの標準に基づいている。CWM では データの由来をトレースすることができる。すなわちデータの生成された日時、手段、場所などを記述するためのオブジェクトが提供される。メタモデルのインスタンスはザミー文書として交換される。当初 CWM はローカルなデータ変換機能を規定していた。QVT フィナールアダプテッドスペシフィケーションが CWM にどう影響するかは明らかでない。 CWM 準拠のツール間で連携がうまくできるかどうかは CWM の規定範囲以外のことであるが OMG はそういった問題に対応すべく補助的な仕様として CWM メタダタインターチェンジパターンズをリリースしている。ありがとうございます。